席には5番バッター井上。吉田まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上吉田、そしてキャッチャーは宇佐美。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。際どいコースに送ってストライク。低め外れました。低め見送っています。キレがありますね。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。痛烈な打球、スタンド一直線、入った、ホームラン、先制ホームランです。ホークス白球高々の舞い上がり、ヤフオクドームのスタンドに消えていきました。ホークス1点を先制しました。1対0。ここ一番の集中力が光ります。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ご覧いただいています、ナイスバッティングでした。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。ここで先制点が入りました。ホームランが出ています。打席には5番バッター井上。先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。一発欲しい時に打ってくれましたよね。一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。牽制セーフ。4球目は何で来るか。引っ張った、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく打ち返して出塁していきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそして打席には井上入っています。さあ追加点の欲しい場面、ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですね。外際どい球ボールになります。赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ちました。打球はセンターへ。さあバックホームするか。タッチアップ、サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。犠牲フライを決めてきました。4対0。は5番井上。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。高めに来た変化球ですが空振りです。次が3球目、低め外れています。打ちました、レフトに強い打球、スタンドには届きません。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。8対0。ホークス